なんと言っても、はい、大津彩香様です。はい、なんやかんや言って、はい、兵庫県知事選で影が薄くもうカルピスを1000倍に薄めたぐらいのカルピスぐらいになってた存在感やったけどさ、あ、カルピス入れたのに透明みたいな、なんじゃこれっつこれどこがカルピスやねんみたいなさ、うん、カルピス水やんけみたいなちょっと濁ってる水やんけみたいなさ、濁ってもないかもしれない、もう濁ってすらいいんかも、一滴に対して1リットルの水カルピス一滴に対して1リットルの水を入れたみたいなさ存在感になったさ、カルピスの話はいいねそんな存在感になった大津彩香様やけどさ、はいはい、やっぱりさ債権者集会は、はい、昨日行ってきたよ、はい、行ってきたよっても俺は中に入ってないけどね、うんうんうん、外でいろいろごちゃ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 あの例の踏切配信を踏切配信を、うん、東京地裁の前でやったというだけの結構おもろいことが起こったんやけど、いろいろぜひ見てください、結構爆笑エピソードがあるんで見てください、はい、それはいいんだけど、でも外でやってたんやけどさ、やっぱり債権者さんがさ、うん、出てくる、終わって出てくるやん、うんうんうん、やっぱりさ、いろいろ話を聞けて、うん、行ってよかったかなと、なんか全然、うんうん、なんかこんなことして何の意味があんねんとか、別に家でやったらええやんけとか思ってたんやけど、うん、やっぱり現場で行ってやるって意味あるよね、うん、あるし、これ弟子前から言ってますけど、やっぱり現場と師匠のこの組み合わせが あるあるある、もう何倍も、俺が現場に行けば何かが起こる、そうなんですよ怒ってるよ結構、はい、それ結構怒ってるよ、はい、まあね、長い動画なんですけどね、根気よく見てたら面白いことが、わかりました、それじゃあ見てきます、あとにせや、はい、お約束、はい、で何やったか忘れてで債権者さんが出てきて、はい、終わってさ、やっぱりさ、うん、意見聞けるやん、うんうん、どうでしたかっつって、うん、もう大津彩香がもう、うん、とにかくひどい、うん、はい、もうお金返していらんから、うん、豚箱に入ってほしい、でこれ債権者さんが言ってんやからね、うん、はい、債権者さんの意見やね、なんかさ、ほんまムカつくな、なんかまたムカついてきたわ実際に債権者さんはおるわけよ、債権者はいるわけよ、うん、俺も何人かさ、うん、兵庫県知事選で回ってる時にも出会ったし、何人か、うんうん、で昨日も何人か、師匠ですかっつって、うんうん、もう債権者さんの中でも俺は有名人になってるようでよ、うんうんうん、師匠ですかっつって、なんかいつも大津彩香のことをやってくれてありがとうございますみたいな感じで、うんうん、分かりました、やっぱりあいつは許したらダメなんで、これからも俺は追い込んできますって言ったら、よろしくお願いしますみたいな感じになってさ、うん、と思ったらやっぱりさ、俺と弟子がやってきた500本以上の、うん、何本になってんの、うん、本当にま、1日1本上げてたらまあ1年ちょっとですよね、もう500、今見たら560本ですよでも私たち始めたのは、まあ、4ヶ月半ぐらいしか経ってないんですけど、濃いな、560本やで、すごいな、560本やってたがやってきたんやけどさ、うん、でいわゆるさ、うん、大津彩香支持者あえてこ、うん、いわゆるあえてこれテコレンからはさ、なんか誹謗中傷でとか言ってるけど、誹謗中傷じゃねえわほんまに、昨日で確信したわほんま俺と弟子がやってきたこの560本の動画正しいわほんま、全て正しいわ、何が誹謗中傷やねんクソがほんまにな、何言ってんねんほんまに、もうお怒りやぞ債権者さ ん、 なんか昨日もなもんで言ってるさ、なんかゴニョゴニョ喋んやえゴニョゴニョ、うん、これはこれこれはこれはこれはどういうことですか言ったら、いや、まあ、知らんけどな、だから俺は実際見てないけど、ゴニョゴニョ喋るんや、聞こえねえぞみたいな言うやん、やっぱりふざけてんのかみたいな、やっぱりそういう怒号は飛んだらしいよ、ちゃんと喋るっちゅうねんな、なあ、はい、なんやねそれとかっていう感じなんですけど、ほんまあれですよ、ね、俺たちのやってたことは間違ってなかった、はい、で結局、うん、何やろゴニョゴニョとした発言が目立って、まあ、ふざけるなっていうね、うん、いう感じで発言してたと、うん、で結局やっぱり4つのでかい、うん、なんちゅう透明な運用、うん、これがなもう完全にから
もう訴えられました。訴えるという、訴えられたのか、まあ、はい、訴えるという方向で、うん、だから森関西人激横や、簡単に言ったら。今日のサムネのは、激横森関西人になってると思うけど。はい。まあ、例の、だから、4150名とか、はい。セルフ講演会への200万、2000万とか、はい。それと、破産決定後に引き出された資金300万とか、これはやばいよね。うん、窃盗や横領の可能性あり、うん、アホな横領、へーやなと言われるな。ほんまにアホな横領犯になる可能性がある。うん、可能性が出てきたよ、うん、あとさ、これやばいなと思ったのがさ、うん、父親の弁護士費用として支出500万円。え？いや、えって思うやろ。え、師匠、うん、一応確認していいですか、うん、これって当のお金ですよね。当、うん、のお金に身内って関係あるんですか、うん、ないよね。まだその みんなで作る党としての、うんうん、例えば立花さんとの、ね、うんうん、裁判、うん、でも党としての弁護士費用ってなんやねんって感じだけど、うん、まあまあまあそうなんです。裁判も大津彩香個人対立花さんとかじゃないの、うんうん、それに党の金使うのもなどういうことやねんって感じやし、うんうん、でも父親の弁護士費用としての500万ってなんやねんって感じやな、うん、でそれも当然なんですかこれはと、うん、森関西にって言ったら何に使うたんねんって感じ何に使ったんねんお前らと言われたらゴニョゴニョとゴニョゴニョアホかっちゅうね、はい、ことで、でその破産決定後に引き出された300万も、うん、何やったっけ、午後10だから15時、うん、3時に引き出したとか言ってたんやけど、うん、嘘で午後、うん、午後6時に引き出されてん、えどこなあ、午後6時に引き出されたんや、意図的な犯罪行為の疑いが強いと、うん、何やねんそれ、何やねんそれだらけやな。うん、大津講演会への送金1000万円の返還請求、うん、大津市個人の整理用4150万の返還請求、大津さん個人に返還請求が出されてしまった、うん、すごくね、はい、当人じゃない、大津さん個人が4150万返してくださいと、うん、で大津講演会への送金2000万も返してください、うん、なあ実質個人やもな、うん、こっちもな、うん、だから6150万は大津さんが返せ、うん、でしかも、うん、この前フリーライター山本さんがさ言ってたさ、はい、弁護士費用100万円、うん、が実際は、うん、翼の党が110万円を貸したのに、うん、まあ、弁護士費用100万円を収支報告書に虚偽記載したわけやん、うん、あれあれあれって、だから110万まだ返してもらってないんですけど、なんでこれ収支報告書に書いてるんですかねって言ってたやん、うん、山本さんがな、フリーライター山本さんが、うん、そのことも刑事告発されたということです、はい、もう要するに、はい、一言で言うと、はい、彩香たん終わった、彩香たん終わったっていうことです、はい、楽しみだね、かっちゃんかっちゃんくだから、あの昨日ね、うん、あの一緒に見に行ってた記者会見、うん、この後あったあの債権者集会の後にあった記者会 NHK 党の記者会見行って、うん、聞いてたんよ、うん、リスナーさんとうちのリス八角部屋の俺のファンの女性の人と見に行ってたんやけど、うん、終わってから言ってたんが、かっちゃんがより現実的になりましたよねっつってこれだから実感として、あ、これはかっちゃん来るわっていうのが、うん、めっちゃ感じれ、俺も感じたし、そのリスナーの人も感じたらしくて、うん、やっぱり思うとこ一緒なんよ、うん、これはかっちゃんやわと、うん、来るわと、かっちゃんからのガッチャンまで、かっちゃんからのガッチャンもありえるなと、うん、あくまで可能性の話ですよ、うんうん、来たなと、うん、実感できますよ。でその実感できる、うん、NHK 党の、うん、債権者集会を受けての記者会見動画が八角部屋で上がっております、うんうん、はい、本家の立花さん、本家の昨日さ、うん、立花さんが、うん、会見中に自分でスマホで撮ってただけなんやけど、それがあんまり調子よくなかったみたいでさ、うん、きっちりした会見の模様が見れるのは、うん、八角部屋だけですあのね、あの見てたんです、弟子、うん、あの書いてあったのを言うだけですからね、弟子は。おうおう、あのなんか音声なんかボリュームかながあんまりなんか
いまいちだったみたいで、あ、立花さんの方がな、うん、コメントに八角部屋の方がって書いて、いやそれは自信あるわあの八角部屋の方が書いてあったので本家を超えてるのではいはい、音質画質とも本家の方、あ、本家より八角部屋の方がいいと思われるので、はいはい、ぜひその、うん、かっちゃんの実感を、うん、大津屋方、かっちゃん近いんちゃうかなっていう、これは来るよねっていう、やばい終わったよねっていう感じがものすごくする、ことなので、うん、皆さんぜひその記者会見の模様を見てない人は見てください。以上です。はーい。